ちょっと分かんないなこれ分かんない。まあ多分う嘘だと思うよこれ適当に言ったんじゃないのこれ、えー、ただ正直どう思ってるのえこの話嘘だと思ってるそんなわけないでしょそんな操作上がってないんだから多分か,かもちゃなんじゃないただの。 アオちゃんにかまってほしかったんじゃないのこれ。犯人のあるこれ。そのないでしょ。か情報知ってる方いたら、ね、ウラパるの方で、ツイッターでね、あの、連絡ください、これ。情報をお待ちしております。結ヶさんの、些細なことでもいいんでね、これ、今、共有してるんで、ゆいがさんの件で。何でもいいです、些細なことで。 また聞きでもいいです。風の噂でも。ええー。あと、ゆいがさんのガチの子さんリスナーさんがいれば、お願いします、ちょっと。いればね、お願いします。裏パルの方で。え、ね、え。みやびくんの今日 みやびくんの共同犯はないだろう。うん。さすがに。それは、いくらなんでもないだろ、それは。ガチな推理をすると、うん、配信者ではないと思う。リスナーさんのアンチだと俺は思ってる。金銭的なトラブル。 LINE 復活はしてないね、えー、ライ LINE ってか消した後に復活できるもんなのこれそうしたら治るもんなの俺の LINE は結賀君のやつはうん復活してませんエミ,ミエミエミ太郎がらみか太郎が だから俺が今、情報として分かることは、今出てる情報をまとめますと、昨日と同じ話になっちゃうんだけどね、今日のお昼の放送の話になっちゃうんだけど、イガさんはまあ何かしらのトラブルがあって、あ,あのツイートをけじめをつけるという、複数人にやられそうなツイートをしてたと。で、昼頃ろに、夜かな、夕方頃にユイガさんの LINE が 消えてさらに TikTok のメインアカウントが消えたと。はい、放送で何か何かしら語っていた可能性がある。で LINE とのやり取りがね、つなげれてた人物、えー。で、首を絞めて殺してるってことは男性の可能性が高い,、はい。で、さらにね、しかもちょっと安心しきってる可能性があると。 警戒なしでやられている可能性がある。だ相当親しい近い人間にやら,れちゃやられちゃっている可能性があると。顔見知りで。ああだと思うんだよ。だから知らない人間に対してユギヤさんは本当に会ったりはしないからね。ええー。だから多分本当に相当一緒に酒に飲んでいた中の可能性があるよね。ご飯連れてってもらったりとか。 はい、逆に雅くんだったら警戒すると思う。で、えー、まあちょっと古いんだけどゆいがさんが送ったスタンプそのスタンプが、えー、12月の30日のゆい金箔さんのスタンプで終わっているだけど見つかった死体が12月の29日午後の10時10分時間が合わない。 現在、携帯を犯人が持っている可能性があると。はい、で、今日、まあ、昨日か、LINE、えー、を消して TikTok も消していると。捜査が何かしらできるやつがいると。はい、で、多分、犯人がやってると思う。警察がやったりとかしないし、でこれが殺人事件というふうになっていたとして、信頼できる人間がいじったりするとは思えない。 ね、そう思うでしょそしたら警察に任せようと思っていじらないようにするでしょそれか通報するか。あえて消すなんていうのはやましいね持っている持ち主がやることだと思うんだよ。ええー。でさらに雑談たぬきの方では12月28日こういったねたぬええー。 場所は違えど、殺し方の、ね、内容が一致している内容。ニュースになる前のタヌキの書き込み、はい。だから、ハイエースで引きずられて、江戸川に捨て,、ね、捨てられて、後に東京湾で浮かんでいるんでしょう、うと。まあ、川にね、捨てられているようなニュアンスの書き込み。犯行予告。 さらにね別のタヌキの方では携帯を取り上げられるといった内容も書かれてるニュースになる前の内容としてだから雑談タヌキに書き込んだやつは何かしらの情報を知っていた可能性があるとだから殺したやつではないと思うけれどその裏事情を知ってるやつが絶対にタヌキのやつらの中に一人いる ね。で、さらに言うとね <laughs>。なんだっけな。ゆいがさんの携帯をいじれるやつがいる。ツイッターね、告知中にツイッターで投稿していたやつがいる。それが近しい人間だと思うんだけど、そいつがちょっと怪しくなる。ツイッターいじれたってことは、TikTok なんて、LINE なんて、朝飯前にいじれる。なぜならパスワードを分かってるから。 はい、だと思うんだよね。でそれが誰なのかが分からない。だから1人じゃなく複数人まあ最低でも2人はいるだろうという部分だね。で何が原因なのかは分からんが直近では金の話で揉めていた内容が確認されてる。そこなんじゃないかと思われます。 TikTok のメインンアカウントは消されてるだから TikTok に間違いなくやばい発言があったんだよ。LINE のやり取りもできてたやつだから本当に近い人間なんだだからうん誰なのかって話だよね、そこで。だからイガさんの子サンリスナーさんで仲良かったって話をしてくれるやついればいいんだけど今のところそのイガさんの仮想子サンリスナーさんが出てこないんだよね。イガさんの子サンリスナーさんが全容疑者に見えてくるというか。 おなんか勇気ある方いれば結ガさんの近しい人いますかええー、そうオープンチャットだったんだよねいいます金 <laughs> バイトラインしてるの本人じゃないだから しかも29日の数日前に殺されてるって話なんだからね。ってことは、金梅さんにその前に長い長文書いていた内容も犯人が書いた可能性があるっていうのが出てくるよね。28日、ゲルケさんにも送ってきた LINE の内容。で、ゲルケさ,さんの金梅さんの LINE は似てるんだよ。あらそうなると、実は、殺された日は、 28日前の可能性が出てくるよねこれまずゲルゲさんのラインを見てみようゲル,ゲルゲさんのラインを。 まずこれですね。あ、これじゃない。28日のやつだ。また違うわ。2八日、十5日じゃないんだよ。28日だった気がする。のああ、ごめん。28日はないわ。ただ、28日にラインがニヤニヤというスタンプ。 ね、こんな時に犯人が送ってる可能性があるこれがねで、えー、25日のやつはゲルゲー連絡遅くなってすまんねスタンプねここね今いろいろとあったせいで、えー、疲れてるから近々復活したらまた連絡させてほしいあとメリークリスマスと書いてるはいでこのニヤニヤスタンプね 確かにイガさんってスタンプ使わないよね。で25日のやつはどうか分からんけどその次金梅さんの LINE ね。金梅さんの方ツイッターで見に行った方が早いな。金梅さんの方は28日のやつかな。 金林さんライン、俺スクショしたつか探さないといけないなこれえっとこれだ、えー、12月28日ね28日に結がさんが送った LINE「金林すまん」ね合唱のマーク今はそっとしててほしいとああ似てないなゲレゲさんとの LINE コサのリスナーにも裏切られたりで、結構今回ばっかり来てると。復活するまで待っていただけたら、えー、嬉しいかも。あと、あまりな酒飲みすぎるのよ。わらわら。俺も精神的に疲れてて、人のこと言えないがって書いてる。あ、これなんかこう、ゆいがさんっぽいね、なんか。どう寄せてるうーん。 顔、ね、ちょっと俺のユイガさんとの LINE のやりとり見てみるか。こう覚えといて。こんな感じね。 これかああでもユイガさんスタンプあー。でやっぱ結城さんかなこの土下座スタンプも使ってるしな。どうなんだ寝せ寄せてるだけなんかな復活した本の言いましょはパイセン。絵文字は 使ってるね真似てるのかなまたばえさんのやつ見てみるか絵文字ね28日までは生きてたのかなその後にやられちゃったってことなんかなでもリスナーさんが復活するまで待って ていただけたらってコメント、あ、良いがらしいって書いてる。うん。そのラインは十二月二十一日に。やっちょに送っていた文面をコピペして金バに送ったらしい。ちょっと見てみるか。やっちょくんのラインを。 いや、LINE のやつは書いてないな。あ、これかあ、違うな。LINE のやつは貼ってないのか。じゃわかんないわ。やっちょくんのやつ。犯人は誰なんだよ分からん、犯人は。LINE ないのか ?LINE? やっちゃってたいや出てこないけどやっちゃくんのその LINELINE あったかんあ本ほんとだこれかまあ コピペではないけど、確かに。深夜とすまん、合唱。ねえー、今はそっとしておいてほしい。小んのリスナーに裏切られたりで、結構今回ばかりは来てる。復活するまで待っていただけたら。今疑心暗鬼になって誰も信用できない。52月21日。これちょっと結構答えに近いんじゃないやっぱり。 古参リスナーっていうのがキーだね、これ。古参リスナー。で、この文を見ると、句点がね、少ないよね。句点が。で金梅さんのやつをもう一回見直してみるか。 あんんんまま変わなないな一緒かすいませんちょっとこじつけ感がすごかったやっぱ一緒なんかな,なんか「丸もないあ待って丸か「点々」とのあとに丸つけてるね確かに丸ちょっとまって点てんね丸ね <laughs> もう一回やっちょくんのツイッターを見る 本当だてん信用す。まん。今、そっとしておいてほしい。テンテンテンてんててこれも、今、疑心暗鬼になって誰も信用できない。点点点。点点ん。てんての後に丸がないわ、これ。これが、ゆいがさんの本物のラインだと思うんで、1二月21日。で、は二十八日の、 LINE は点「点,点丸ってことはこれゲルゲさんの方の LINE の方に飛ぶぞうん25日のやつ一回飛びますゲルゲさんの方の LINE これも25日 25日、ゲルゲリ遅くなってすまん。てんてんてん土下座スタンプ。今はいろいろあったせいで疲れてるから、近々、てんてんこれだけなんだけど、丸がない。で25日もこれユイガーさんなんだよ。だから28日の金梅さんのてんてんてんの丸が、これ犯人の癖なのかなんかわからんけど、あるねこれ。 たまたまかじゃまた俺の LINE も見てみるか <laughs> たまたまかこれいやだって俺「点々点」丸ないよ俺がうなのサメゃんの衣装を継ぐオアコンの最終末路「点々点」。 たまたまなんこれほんとにええー、ゆいかさんのツイッターの方の点々も探してみるか。 うん、あっあの12月21日に「点点点」「丸ついてるわ」わ勘違いかもしんないですすい,すいませんたどりついたどりつくかなと思ったのたどりついてないですはい たまたまかじゃこれ。い分かんないちょっと、どれぐらいに自然、あの、スロットと同じだから合算しないと。 いやでも点点丸っていうのがあんま使われてないこれは使われてない九州の人で盗撮なんてするんだね点点点って何の使い分けなんだか丸なし。 逆にあの21日の点々丸がたまたまなんじゃないのこれえっ、ー、俺点々が丸ついワンちゃん21日もあるよ 着眼点はそこじゃない今どういう話かっていうとユイガさんに送った LINE が30日のやつあるけど28日の LINE も偽物ではないかっていう説だよね。でそのユイガさんの癖として「丸があるわけだけどそれが犯人が寄せてやってる可能性があると。ってことだよね。 すごいこと気づいたかもしれない。12月の21日に、そのライン、ツイッターのやつ、犯人が、参照したんじゃないたまたま点々丸をつけてて。だから、犯人も点々がついてるやつに丸つけたんじゃないの。普通は、イガさんは点々なんだけど、丸はめったにつけないやつをたまたまやっちゃったみたいな。違うかそれ言いすぎか 参照カルいよ用じゃないのこれ。それもあり得るよね。だって、ユイガさんの、その送られてきた金梅さんの内容を聞くと、納得ができない LINE 内容らしいんだよ。ユイガっぽくないって言ってたらしいからね。うん。い、違和感を感じたんだよ。 そうじゃなくて死後数日経過だったからもう最後とかのツイートがもう犯人がなりすましてるんじゃなくてあらいいとこつくそうじゃなくて死後数日経過だからもう最後とかのツイートがもう犯人がなりすましてるんじゃなくてもう一週間前にやられているってことだからゲルゲさんとかバイさんに送っている LINE は偽物ってこと もはや最後の配信いつだったのか確かにあでもハイホ i さんのやつ最後の配信ってあったな何にしたイガさんの確認取れたやつは 12月の8日、ツイキャス最後の配信、あ、ツイキャス最後の配信なんだ、ハイホ i さんのやつ見ると。<laughs> これ何の内容だろうそうな、これちょ、貯金もしたいしさ、大体の会社、ボーダースキビあ、でも年末だもんな、うん、11月の終わり、12月。 ちょっと休むわとりあえずバン解除になったことことだけあ、ついかつバン解除されたんだ今日はね特に何もないんだけど何もないんだけどとりあえずエミ太郎ちゃんが来る形からこっちにあーエミ太郎ちゃんへんねこれ来る形になってるね今体調悪くてそうそう体調悪いらしいのでエミ太郎ちゃんがで、ね、まあ夕方ぐらいとか言ってたら夕方ぐらい、うん、眠れそうとかちょっとまったりしてさ動画とかも作んなくちゃいけなくてなんかクじゃないと思う <laughs> これもなんかあるか。かっこいいな。うん、おかしいって言ったので。で、まあ、あのね、そんな感じか。今日特に何もないと思うよ。ゆっくりちょっとしてね、あの、タッキーの動画も作らなくちゃいけないから、TikTok の方に上げなくちゃいけないので、ちょっと一回アーカイブの方をダウンロードして、それをちょっと編集する作業とかちょっとやって、ちょっともう直近じゃんタッキーが俺の放送に来てくれたのって。なるべくね、ほっかほかのうちに上げた方がいいので。 再生数稼ぎたいのでもうね1万人フォロワーを超えたから再生数でお金になるんだ俺はうんそれがどれぐらいになるかも分かんないけどこれもちょっとやねこのチャンスっていうのもちょうどいい時に来たのでうんまあ無理せずはいもう本当になんか仕事みたいになるけど個人事業主みたいになるけどちょっとねまあみんなとの距離はいつまでも近いままいこうと思うんでねうんまあやります動画編集大変なんだ携帯電話でやんなくちゃいけないからパソコンちゃうねからさ

ケーケお疲れさんです一足もお疲れねうんカズテーもお疲れ夏目もお疲れさんでしたこれがリスナーだなーーーってことですいやマジで謎が深まる中だなこれ、うん、えー 謎が深まるというかめちゃくちゃタッキーさんを使って金儲けしようとして結 <laughs> 菜さんを見てちょっと草が吐いた俺は <laughs> ごめんなさい <laughs> うーんねえゴリゴリタッキー来たっていうそのん <laughs> かもう精いっぱい目いっぱい利用してやろうっていうね,ねええ 何がかわいいか殺されたことがもうかわいそうじゃん普通になんかいや,やっぱ死んだら違うよね死んでねそこまで死んだ後に自するなんていうのはオーバーキルのねしすぎだよそれ、うん、もう死んだら極楽浄土ね罪はすべて洗い流されるんだって 死んだ者は罪を償ったってことなんだっていうあのグリーンマイルで見た死刑のなんかされた人間をいたずらしようとした刑務官がいて死んだ人間はもう罪は償ってるんだってね刑務官が怒るシーンがあるんでそれは知ってるよタッキーの事件は。 <laughs> グリーンマイルには出てないですねねえあのどでかいあの体でかい黒人のハゲでしょ俺じゃないですそれはい <laughs> いいやつだよねトム・ハンクねタッキー見てるだろ今おいそうこのタッキー、ね、タッキーも驚いてんじゃない、うん フォレストカンプも面白かった長いやつねいやわかんない,いやうーんまあうーんまあツイッターは本物なんじゃない多分だけどいつ殺されたか不明だけど間違いなく犯人が携帯を持ってることは確か夢のチャーリーアットハート花火ハートこれが偽物はないんじゃないかな 6日、うん、のやつだけどこれは多分ユイガさんだと思うようんちょっと分かんないですね拉致られて監禁されたのか分からんが待てよちょっと DM 送った人のやつ来てるかなちょっと見てみるかあ来ないな 一人ででは無理でしょうん何が皮肉って沈んだ後にいやもう結雅さんのまとめできてたよ他のホームサイトでホームページみたいなやつでもう結雅って原忠之って調べるとなんか一番上に結雅さんのまとめまとめのやつが出てくるしかも昨日作られたようなやつが上がってくるそれだけ監視監心されてる 原忠之でねえー、由比ガの浮き経歴,歴まとめ逮捕歴22回って書いてるこれもう最新のやつで <noise> <noise> なってた未来の窓ってやつで顔画像原忠之由比ガの浮き経歴をまとめ逮捕歴22回や死亡事件に巻き込まれていたと,ということですね。 <laughs> え原忠之さん、結賀さんは直近までニコニコ動画 YouTube、TikTok など SNS の母体に似て活動しており、ある程度のフォロワーも存在してますと。

はぬけの方ねね、ご本物じゃないわ、まあ。あんまこれにわかだね、あんま知られてないわ、うんあの。犯罪歴の22件のやつ出てるのに、それ出てないもん、このホームページに。ホームページとか記事にね。うん、あ、でもこれ知らない。結論として。 結果さんの結婚していることはしてるらしいんだって結婚してるの結果さんって実はで子供もいるみたいなこと書いてるけどほんとこれ子供いるの結果さんうん 結論して原忠之さんに現在子供や妻がいるのなどの家族情報は明らかになっておりませんがしかし過去には結婚したことがありましたが離婚していることが分かっています元妻の名前は海ジという方であり過去に忠之結雅さんとの離婚理由について語っていましたさらに一切に満たない子供がいるのも原忠之さんに合わせないようにしていたというようです そのため過去に家族が存在しないようですが家族らしい生活を送っていなかったのではないかと思われます。<laughs> これはユイガーリスナーさんじゃないと分かんない。佐野ゃんが、佐野さんがいるのは知ってるけどね。うん。 イガさんの記事がめっちゃ上がってるもん。 犯人の目星はついてる。いやー、警察発表してるから。ついてんじゃないの。いやー、わからんだ。もう捕まったら。捕まりましたって言ってほしいけどね。はっきり言うけど。どないなんだろう。これもう。捕まってる可能性もあるよね。もう。 発表してほしいよ、捕まったら、うん。こんなニュースはもうでかいニュースだよ、これ。普通に考えてはあの、インフルエンサー、有名人が殺されただからね。芸能人が殺されたと同じだよ、これ。ね。格好は違えと。中身が違えと。とんでもでかいニュースだよ、こんなの。今、このインフルエンサーっていうのは、 有名なね人たちの集まりっていう認識なんだがこのご時世ね警察もこれはもう本当に捕まえてほしいよ洗老僕ありがとう夕雁 <laughs> の犯罪歴は性犯罪薬物詐欺など なんかユイギャさんのまとめのやつあったよね犯罪歴ちょっと調べていや調べなくていいかに、うん、に調べたら連絡取れてない人まあねいやもうちょっとそ皆さんあの集中力が切れました 寝ようかなと思ってます明日も早いんであ、ニコありがとうございますすいません申し訳ないですちょっとしんどくなっちゃう明日炎上ニュースもあるんでもう寝ない3時なんでもうね眠たくなる、えー、あとはもう他がやってるんだねあの天然ストレートさんの訳言ってあげて えー、空白はなんか俺のことブロックするらしいから、えー、流してやろうかなと思ったけど天然茶の「おつぱる」って言ったけど天然じゃもやってるからこれええー、もう寝るわお疲れ様でした今日ははい まあ、ちょっと、まあ、俺は、これ、結城さんの件は、捕まるまでちょっと話題にしたいなと思ってます。申し訳ないけど。いや、もうみんな、もうこれ、関心をなくしちゃうもうしつこいぐらいやるよ、俺は。警察に任せろじゃなくて、俺らで、ね、圧力かけないと、犯人に。捕まってないんだから。もう、捕まるよっていうことを圧力かけないとね、新情報出てくるかもしれないし、そこで。これはもう3000人いるのよ。3000人が、ね、捜査。 捜査員だよ。お前ね、あと他にも千人、2000人、5000人ぐらいいるよ。捜査員が。みんな捜査してみんなの考察でもいいから。はい、捜査員なんですよ、ね。で、新年早々一発目、1月2日ね。うん、みんなも早く出らえ仕事休みかもしんないけど。で最後に、 終わるんであのナイスだけお願いしますねええー、無料とナイスだけお願いしますじゃあおやすみなさーい天然ちゃんのく言ってあげてくださーい寝ます 今曲をね探してるんですけどあじゃあおやすみなさいお疲れ様でしたパルパルありがとう